ラトモチャンネル。かすみニッツ、はい、始まりました。かすみニッツです。久々に私服で撮っております。イエーイそして結局エクステ撮っちゃった。で、あのね、エクステつけてたことによって、あのね、若干そのエクつけてる間に髪が伸びて、外羽でも違和感がなくなるようになったの。もうこれ本当に嬉しい。このね、意外といいんじゃないって思って、まあ自己満なんですけどね。だからエクつける前は本当に髪型ひどかったから、今ちょうど良くなってめちゃめちゃ嬉しいです。よかった。はい、ですね、今日はなんでなまってんだろうまあいっか、元からなまってたか。今日はまあズームでミーティングを、まあお休みの日なんだけど、ズームでちょっととあるミーティングをしまして、皆様にちょっとお願いがございまして、誰か私の写真を撮ってくださいっていうのがちょっとお願いです。っていうのもちょっとその、まあ、今までなんだろう、やってきた活動の中でちょっと、まあ、いろいろあって、そのアナウンサーのお仕事だったりとか、表だった芸能活動っていうのをちょっと休止してたんですけど、まあ、この度いろいろなご縁をいただいて、ちょっともしかしたら復活するかもしれないっていうのがあって、そのね、復活するにあたってプロフィールとかその宣伝写真とかっていうのが必要になってきたんですけど、なんとですね、写真がないなんだろう、いろんな種類のカットが欲しいっていうのが正直なところで、もう私が本当に最近写真撮ったのって春とかなんですよ。もう髪も長い時だし、今そもそも髪短いし、全身と上半身と、あとはもうなんかもろもろのショットっていうことなんですけど、生まれてこの方宣材写真っていうものをね、芸能活動しといてなんなんですが、まあ、撮ったことがないっていう、鼻の横めっちゃかゆいなっていうのがねあって、ちょっと困っている次第です。まあ、事務所に所属していた時はね、事務所で宣材写真はもちろんあったんですけど、まあ、それはいただけないので、まあ、個別で自分用の宣材写真が欲しいなってなった時にないってなって困っております。どなたか協力してくださることいたらご連絡ください。はい、そんな感じであっという間に3分が過ぎてしまいます。また来週も頑張っていきましょう。なんか暑くなったり寒くなったりだけど、体に気をつけてください。じゃあねー。